皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。2022年7月1日から7月4日、アメリカ・ロサンゼルスでアニメエキスポが開催されました。アニメエキスポとはアメリカ最大のアニメ博覧会。初めて開催されたのは1992年で、この時の来場者は1800人に満たないような状況でした。しかし、日本のアニメが世界で認められ始めると、来場者数は一気に増え始め、2010年には4日間の開催期間中に延べ10万5000人が参加するという大きなイベントになっていきました。2010年以降も来場者は増え続けたのですが、新型コロナウイルスによるパンデミックの影響で、2020年から2021年はオンラインのみの開催となりました。そして迎えた2022年、新型コロナウイルスに対するワクチン接種が進み、対処法も確立されてきたことから、アニメエキスポは3年ぶりに対面開催されることになりました。アメリカ最大のアニメ博覧会、アニメエキスポが3年ぶりに対面開催される。このニュースにチケットは前売りで即完売。そして迎えた開催初日、会場となったロサンゼルスコンベンションセンターとその周辺には信じられないほどのアニメファンが押し寄せ、大変なことになってしまったのです。現地の光景を見た外国人たちからは、日本かぶれが増えすぎだなどの声が寄せられ、炎上状態になりました。今回は3年ぶりに対面開催されたアニメエキスポに関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私、花の心が紹介していきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは行きましょう。アニメ博覧会アニメエキスポは、来場者参加型の討論会やカードゲーム大会、コンサートなど様々なプログラムによって構成されています。開催中ずっとアニメを上映し続けるコーナーや、来場者が参加できるワークショップなどもありますが、一番人気はコスプレコンテスト。参加者はコスプレでお気に入りのキャラクターになりきります。コスプレのクオリティは大変高く、そこから感じられるのはアニメへの愛情や尊敬。コンテスト会場に限らず、この会場全体でも多くの来場者がコスプレを楽しんでいて、会場全体が非日常的空間となっています。2019年新型コロナウイルスのパンデミックによって、アニメエキスポはオンラインのみの開催となりました。他のイベントも中止が相次ぎ、感染を防ぐため人々は外出を控え、家の中に閉じこもるように。家の中に閉じこもるようになった人々は、パソコンやスマホに向かい、動画やネット配信の映画などを見て過ごすようになりました。インターネットが生活の中心となったこの巣ごもり生活。この日常が日本アニメのファンを増やしていくことになったのです。アニメエキスポをオンライン開催に追いやったコロナ禍が、巣ごもり生活の中、ネット配信で日本のアニメに触れる機会を増やし、結果的に日本アニメのファンを増やす働きをしたことになるのですね。世界全体が落ち着きを取り戻し、社会が元の生活に戻り始めた2022年、アニメエキスポはオンライン開催から3年ぶりに対面開催となりました。この対面開催を待ちわびていたアニメファン、そして巣ごもり生活で新たに日本アニメのファンになった人たち、そんな人たちが7月1日から4日の4日間、アニメエキスポの会場となったロサンゼルスコンベンションセンターに押し寄せたのです。その様子を動画で見た人々からは、次のような反応がありました。すごい、どのくらいの人が集まっているんだろう。主催者側は4日間で10万人くらい来るだろうって言ってた。この混雑ぶりは今年が初めてってことでもないよ。以前から日本のアニメは人気があるからね。
いくら人気があるからって日本かぶれが増えすぎだろう。今の状況を考えてみろよ。新型コロナウイルスの心配がなくなってしまったわけじゃないんだぞ。ワクチン接種してたって感染する人はいる。感染が繰り返されればまた新しいタイプのウイルスが生まれるかもしれない。みんなあの悲惨な状況を忘れたのか？もう一度あの状況を引き起こしたいのか？私も日本アニメのファンだけど、この状況を見たら行かなくてよかったって思うわ。マスク着用は参加するための必須条件じゃなかったの？マスクの着用をって声かけはしてたけど、強制じゃなかった。マスクもつけずにあの大規模イベントを開催するとは、主催者側は何を考えているんだ。以前から混雑していたなら、もっと広い会場を用意するべきよ。このように批判的な声を上げたり、心配の声を上げるアメリカ国民の気持ちも理解できます。2020年、アメリカの新型コロナウイルス感染者数は1800万人を超え、死者数は32万人を超えました。この間、アメリカはロックダウンなどの対策を打ち出しましたが、2021年には1週間の平均感染者数が12万人に迫り、入院患者数も激増。医療崩壊が起こり、野戦病院のような状況に陥った病院もありました。その後、ワクチンや新薬の開発も進みましたが、新型コロナウイルスはその後も変異を続け、手洗い、うがい、マスクの着用、密な状況を避け、ソーシャルディスタンスを保つという基本的な予防措置が一番有効なコロナ対策という状況です。2019年に発生したといわれる新型コロナウイルス。その発生から約3年、以前のように世界中がパニックになるようなことはないかもしれません。しかし、スペイン風邪以降、100年ぶりに吹き荒れたパンデミックの恐怖は簡単に消え去ってはくれないのです。一方、アニメファンからは次のような書き込みが寄せられました。コロナを恐れて、私たちはいつまで我慢を続けるの？開催されたんだから私たちは来ただけ。ワクチン接種してる人も多いと思うんだけど。私は自由を取り戻すためにワクチン接種をしたのよ。アニメエキスポに参加して少しの間現実から逃れたいだけ。人気があるイベントは混雑するのが当たり前。新型コロナウイルスが猛威を振るっている間、人々はひたすら我慢してきました。それはアニメファンでも同じこと。アニメエキスポのために衣装を手作りしたコスプレイヤーも多いでしょう。それを身につける日を彼らはじっと待っていたのです。新型コロナウイルスに対して社会が落ち着きを取り戻しているこの状況でも、まだ家にこもりじっとしていなければならないのか。だとすれば、一体いつまでじっとしていなければならないのか。アニメエキスポに押し寄せた人々からは、こんなコロナ疲れの反動が感じられます。新型コロナウイルスがこの世から消えてなくなることがないならば、いい加減なところで折り合いをつけていかないと。彼らにはこんな気持ちもあるように思えますね。ところで、アメリカで大変な盛り上がりを見せているアニメエキスポですが、他の国々ではどうなのでしょうか。ドイツでは2002年から日本デーという大型のイベントがデュッセルドルフで開催されています。こちらでは現代のアニメや漫画だけではなく、折り紙、書道、剣道などの伝統的な日本文化や武道、そして寿司や天ぷらといった日本料理の紹介も行われています。アニメエキスポよりもジャパンエキスポ的な色合いが濃い博覧会と言えますね。とは言っても、会場にはアニメや漫画のキャラクターのコスプレを楽しむ人々も多く、世界には日本のアニメや漫画のファンが多いということを再認識します。こちらには毎年、ドイツ国内外から60万人から70万人もの人が集まる大規模イベントとなっています。また、デュッセルドルフでは
ドコミというアニメエキスポも開催されています。こちらのプログラムでは、メイドカフェやホストクラブのコーナーがあり、コスプレ舞踏会も行われています。漫画を描いたり、アニメの吹き替えなどを体験できるコーナーも人気があり、大変にぎわっています。日本デーに比べて、アニメ・漫画にテーマが絞られていることもあり、来場者数は3万人程度ですが、その数は毎年増加しています。そしてフランスで開催されているのがジャパンエキスポ。こちらも茶道、書道などの伝統的な日本文化からアニメ、漫画などのポップカルチャー、日本料理、幅広い日本文化が紹介されています。アニメ、漫画に関しては漫画喫茶やゲームコーナーのブースがあり、参加者によるコスプレやコンサートは大変人気があるんですよ。4日間の開催期間中にはフランスはもちろん、ヨーロッパ全土から20万人から30万人の人がこの博覧会に集まります。世界中にファンがいる日本のアニメや漫画、そのきっかけとなった作品が1988年に劇場版アニメが公開されたアキラです。アキラは第三次世界大戦後の近未来を舞台とした SF 作品。もともと雑誌に連載されていた漫画をアニメ化したもので、そのストーリー性のある展開がそれまでのアニメーションは子供が見るものという概念を覆したと言われています。外国の人は日本アニメや漫画のどこに魅力を感じているのでしょうか。漫画のストーリー展開はすごいって思うね。とにかくキャラクターが魅力的。大人が見たり読んだりしてもその世界に引き込まれるわ。なんと言っても面白いから。この一言に尽きるね。クールジャパンを象徴するアニメと漫画、アメリカにも多くのファンがいます。2年間のオンライン開催を経て3年ぶりに対面開催されたアニメエキスポ。オンライン開催の2年間に蓄積したエネルギーを対面開催で一気に放出したように、身動きできないほどの人々がアニメエキスポの会場に押し寄せました。日本かぶれが増えすぎだろう。これは新型コロナウイルスによるパンデミックが未だ収束していないのに、日本のアニメや漫画を求めて無防備に集まる人々への非難の声。アニメエキスポの動画を見て、新型コロナウイルスが息を吹き返すことを心配した人々から不安な気持ちがつぶやかれ、この状況を非難する声が上がり、ネット上で大炎上が起こったのですね。ここのところ日常を取り戻しつつあった日本でも、また新型コロナウイルスの新しい波が迫ってきているようです。新型コロナウイルスが発生してからおよそ2年半、この間に私たちはいろんなことを学んだはず。私たちは今までの経験とそこから得た知識を生かして新型コロナウイルスと向き合い、普段通りの生活を続けていきたいものですね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。